皆さん、いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は皆様にご報告がありまして、この考察チャンネル初めて1本目の動画を上げたのが2018年の11月8日。その頃は今の呪術廻戦メインではなく、約束のネバーランドっていう作品の考察動画、これを始めたのが4年前の今日になります。そんな4周年記念日にとんでもないことが起きました。それがこちら、黒考察美容師とヴィレッジヴァンガードさんのコラボグッズ販売決定しました。なんとなんと、あのヴィレッジヴァンガードさんとコラボグッズが出ます。そしてこの動画が公開になってる今現在から受注開始となってますので、概要欄見てください。僕の元にも全部届いておりますので、そちらも見ていきたいと思います。まずは T シャツがこちらですね。黒のニューデザインとフォースアニバーサリーということで、ヴィレッジヴァンガードさんと4周年記念のコラボとなっております。はい、着てみました。僕は身長170センチジャストなんですけど、これが L サイズになります。まあ、僕はちょっとゆったり着るのが好きなので L サイズになってます。続きまして、こちらエコバッグになってます。買い物とか行くときレジ袋を使わないでください。こういうのを使ってください。色はブラック黒です。中にはね、小ポケットもついてますので、細かいものはここに入れて、大きいものはこっちに入れてください。そしてこちらクッションになってます。後ろにはフォースアニバーサリーと、こんぐらいの大きさです。ちょうどここ分ぐらいですね。まあ、僕の顔と比較しても顔ぐらい、頭ぐらいですかね。アンチの皆様もいたら、これ殴ったりもできますので、ストレス発散にもなるかなと思います。そしてこちらがハンドタオルになります。コロナウイルス対策で皆さん手指消毒とかよくしたりすると思いますし、まあ、外で手洗いをする機会も多いと思うんですが、その時に拭いてください。あとアンチの皆様はこれくしゃくしゃにもできます。はい、あとこれ個人的にね嬉しいんですけど、モバイルバッテリー。以前 USJ と呪術回線のコラボ行った時に、僕は動画とか撮りまくってね、スマホの充電がなくなりかけて、 USJ の中で持ち運びアプリみたいな充電アプリ使ったんですけど、全然反応しなくてですね、無駄に1000円ぐらいかかっちゃったんですけど、その時にねめちゃくちゃモバイルバッテリー欲しいと思いまして、今回このような形で、まさか自分とヴィレヴァンさんのコラボでモバイルバッテリーをゲットすることになろうとは。これは遠出お出かけに便利だと思います。僕も自分のグッズ自分で使いたいと思います。そしてこちらはスマホのカバーですね。こういう開くタイプのマグネットが付いてるようなタイプになりまして、まあ、ここにスマホ貼ったり、ここに定期とかカードが入れられるようになってます。こんな感じ。カメラ撮れなくないと思った方、はい、ここでスライドできますので、スマホをここにつけてですね、撮るときはスライドさせてカメラを上に出して撮れます。僕も個人的にスマホカバー全くつけてなくて2年ぐらいも経ってるんですけど、ノーカバーなので、やっと2年越しにカバーをつける機会がやってきました。そしてカバーはそれだけじゃありませんよと、こっちタイプもありますよと、パガパガタイプがね嫌いな方、こういうタイプもあります。これはちゃんとカメラもね、こっから出せる、横のスイッチボタンもついてる、まあ一般的な、まあ、スマホのカバーになります。こういうタイプが好きな方はぜひこっち使ってください。続きまして、マフラータオルですね。結構大きめ、ここからここぐらいまで、ああ黒線板取りをちょっとぶっ飛ばしてしまいましたが、フォースアニバーサリーなタオルになってます。続きましてこちら、キーケースのんのんのコインケースになってます。ちょっとこの中にね、小銭とか出た時にね、ちょっとジャラジャラしちゃいますよね。それをこの中に入れて収納してください。こちら2種類のデザインとなっております。そして缶バッジとアクリルキーホルダー、こちらも2種類ずつとなっております。そしてステッカーも2種類。そしてこちらが一番驚いた、なかなかでっかいアクリルスタンド。もう置いてもバッチリね、目立てるタイプのビッケストなアクリルスタンドとなっております。はい、ということでこのような感じで、僕も個人的にグッズ販売はさせていただいてるんですが、僕の方のねグッズ販売にはないようなコラボレーションというか、さらにはヴィレッジヴァンガードさんとのコラボ、さらには4周年ということで、これらの新しいアイテムが本日19時から受注開始になっておりますので、いつも見てくださってる皆様、ぜひ一度ヴィレヴァンさんとのコラボページも概要欄から飛んでみてください。このようなコラボをさせていただけたのも、いつも見てくださってる皆様がいるからだと思っております。8月末に個人的なオフ会イベントをさせていただきましたが、またあのようにいつも見てくださってる皆様と会える機会とかもまた作りたいと思ってますので、ぜひその時は遊びに来てください。考察最高。では